今日はですねこの著作権とか引用ということについて少し落ち着いて考えてみたいと思います。日本人はですね一つは論理的に考えないということでまあ空気でで判断すするとかですねもう一つは変なって言いますか変なこう直感的な倫理観というのを持っていてですね昔は道徳というあの教育があったものですから。 一応その道徳というものを学んで、まあ、それによってものを考えてたんですけども最近は道徳というのはありませんので日本の文化自体が残ってつまりその非常に強く倫理とかそういうものを考えるんですがそれがまあ自分独自になっているということがありましてですねこの引用と著作権という問題についても非常に人によってですね 特にあのおぼかさんが関係したスタップ細胞事件の時には「えー、私に対して人のものを無断で引用するとは何事か」とかですね「武田は著作権を知らないのか」なんていう話が随分ありまして、まあ、バッシングを受けたもんでありますが実はあの著作権という概念自体がですね 日本文化の中にはないんですよねあのそれからもう一つは、えー、著作権というのは資本主義とともに生まれてきたお金の産物なもんですから、えー、多くの人が考えてるような礼儀だとか、まあ、もちろん礼儀なんていうのは西洋の社会にないもんですから、まあ、礼儀とかそういうものから出てきたんじゃなくて資本主義から出てきたものなんですね、えー、実はあのこの世の中っていうのはですね えー、どのもの,ものにも権利があるというもんじゃないんですよね。まあ、我々は今も権利となんかそういう社会で、まあ、頑張る人が多いんですけれども人間の共同体ってのはむしろですね例えばこういうふうなものですと所有権というのはものの所有権ですね。例えば、えー、自動車が自分の自動車であり誰の自動車であり誰の家であるというのは。 これの所有権というのは非常に厳密に権利として認められているわけですがそれは自動車というのが1人が乗ると他の人が乗れないからなんですよね。家もその家に1つの家族が住んでたら他の家族が住めないから空間が利用できないし物も共通に利用できないので所有権というのが存在したわけです。しかしその他のものですね共通して使用しても減らないもの。 はでですすねね権利っていうのはあまりなかったんですよ、ねまあ、その一つが例えば森の入り合い権というのはそうなんですが、まあ、昔は森が随分大きかったですから、まあ、そこに誰かが入ってキノコを取ってきてもですねキノコがすぐなくなるわけじゃないから、まあ、そういうものはいいよということだったわけですね。この知的な所有権といいますか著作権であるとか人の書いたものを引用するとかそういうのもですね全く自由だったわけですね。なぜかといますとですでねこれは どういう論理に従ってるかっていいますと例えばお釈迦様がですね弟子に向かってお話をされますねお話をされたことっていうのは基本的には著作権があるわけですよ。<laughs> 物に書こうが何だろうが喋ったわけですからね、まあ、歌でもそうですから現在歌というものはちょあのその著作権といいますか権利があるというのはもうみんなが知ってますよね。で歌を聞いて 聞くとですね、その歌はその人の頭の中に入ってっちゃうんですよ。あのお釈迦様が百人の弟子にとか大衆にお話になって人生とはこういうものであるということですね、そのお考えは百人の人の頭に全部入っちゃうんですよ。全部共通に利用できるんですね。これが例えば自動車とか家なんかの所有権と全く違うんですね。したがって、 頭の中に入ってしまうものは、権利が生じないっていうのが普通だったわけですね。つまり、地の産物は共闘の財産として問題がないということだったんですが、ま18世紀のイギリスになって、資本主義が発達しまして、何でもかんでもお金で計算あの考えるようになったわけですね。ですから私は、著作権などの知的所有権を主張するのは、あまりいい考えではなくて、 品質グレツであると品性グレツであるるとと品グレででいうふうに思うんですよね私はそう思ってるんですですすから私は自分が書いたものも著作権はあまり主張しませんし、まあ、引用していただければ結構ですと、まあ、それが悪意であるとかこれはちょっと違ってですねこれはまあ言ってみれば人を非難する材料に使うわけですからこれはなんか名誉毀損とかそういう罪にあたるわけであってですね単純に その人の書いたものとかその人人書いいいたたももととかそそがやったことを引用してもいいわけですねそれはお釈迦様がお話になったことイエス・キリストがお話になったことそれから例えばアインシュタインが相対性原理を発見して E=MC イコール事情という式を作ったことこれはですね全然断らないで使っていいわけですねそれはなぜかっていうとらら NHK に似てるんですね。 NHK が視聴者の数がント国民の10%の時と 90%9 倍になった時と、まあ、NHK の受信料と同じだったんですけどこんなこんなことが起こるのはですねだって放送ですから、えー、国民のうち1,000万人が聞いてようと1億人が聞いてようと労力が同じっていう状態なわけですね。共,共通でできるんですよ NHK の,あの画面というのは権利が主張できないんですねですから、まあ、あの民法みたいに広告を入れるっていうことでそこで収益を得るというのはいいんですけど、えー、そのもの自体に著作権をつけたり引用したらいけないというのはだめなんですね。だけどもまあ資本主義になりましてね何でも金で計算するということになって、まあ、著作権というのを認めようということになったわけですね。だけどもそれは日本の著作権法ににあるように 思想または感情に関することだけ、年数も、まあ、昔は十五年、二十五年だったんです。今はもう五十年とか七十五年とか言ってるんですけども、これはお金が欲しいからなんですよね。ですからお金が欲しいから、まあ、人間の行動を制限するっつのはあまり良くないんですよね。それからもう一つちょっと非常に標的なんですが、皆さんが間違っているのは人の書いたものを写すのは、えー、引用ですね。引用はちゃんと 引用しなきゃおかしいじゃないかっていう人がいるんですけどそんなことないんですやっぱりこれも人類共通の知識で、えー、例えばねよく著作権とか引用で問題なんですけど私が自分で書いたつもりなんですけども、同じのがありましたかっ,つって抵抗する人がいるんですけどあれ本当かもしれないんですよね私なんかでも分かんないんですよ私の頭の中に入ってるのの8割か9割は誰かが言ったことのはずなんですよかか書いたことで私が読んだこと それが自分の頭の中に入っちゃいましてね、しばらく経つと自分のものか自分じゃないか、もう分かんなくなっちゃうんですよ。だこれが自動車なんかの所有権と全く違うんですね。自動車なんかいくら乗っててもですね、それが例えば A さんのものだったら A さんのものなんですけどね。ただ頭の中に入るやつは分かんないんですよ。ですから自分自身のものか引用すべきものか分かんないんですね。一言一個同じだっ,つったってですね、結構記憶力のある人は分かんないんですよ。 私も時々そういういことがあるんですよこれどっかで見たこといや全部どっかで見たことを書いてるわけですからだからまあ言ってみればですねだからその人のオリジナルの思想と、まあ、その人独自の感情に基づいたものだけを著作権として認めそれに引用をつけなきゃいけないっていうことになるわけですね。まあ、ところが新聞今の新聞なんかをね著作権主張するんですよ新聞社は。 これは本当にね道徳がないんですよ知識と道徳がないんですねがめついというか金儲けに埋まっちゃってるんですねまあだけどそういう個別的な事実もあるんですが私がこのアコースティック哲学で言いたいのはですね実は著作権とか引用に名前をつけなきゃならないっていう方が愚劣であるってことなんですねあたかも道徳的に見えるけども決して道徳的じゃなく倫理的でもなくて人の書いたもの自分が書いたもので 事実を記載したももものののとか、かそそれからうういいうはは基本的には自分んんじゃないんですよ。私なんかも自分が書いたもの自分の言ってることをこうじっくり聞きますとねそれが本当に私のオリジナルかと聞かれますといや遠くはお釈迦様からずっと、えー、哲学私が哲学を勉強したり文学を読んだり記事を読んだりして出てきてるもんですからですからこれは著作権が あるととも言えないない思ったりしますねそれから私の言うことを聞いていただいてなんかどっかで使っていただいてもですね「おいちょっと待てよ俺がそれ言ったんだから」っていうのもちょっと下品だなと思うんですね。もともと無断で引用するもしくは著作権を認めないっていう方が上品で優れた文化であり、えー、今みたいな引用に制限を置いたり著作権を言ったりですね そういう方が愚劣であるということが大切なことじゃないかと思うんです。